さんこんにちは。よくらこの学校へお越しくださいましてありがとうございました。また、本日の、スイスとの演奏会にご来場いただきまして本当にありがとうございます。本日は、カードエプロン学院との演奏会に、2個の演奏を楽しんでいただきたいということで、いろんな方々にご協力をいただき、ここまで、参りました。様々な、これ2010年ぐらいから企画がありまして、やっと企画にたどり着けたというところでございます。さてはコロナであったりとか、いろんな予定が変更になりまして、この演奏会が実施されることになりました。これまでご協力いただきました皆様どうもありがとうございました。まず最初に岩倉高等学校が初めに演奏させていただきます曲は友愛のファンファーレと参加です。2つのコラールテーマと反復されるファンファーレを中心に構成されているこの曲は、華やかで衝撃的なファンファーレから始まり、ホルンと木管群による2つの美しい参加を得て、金管群による重厚で鮮烈なメロディーとともに最後まで輝きを放ち曲を結びます。バンド内の華麗な音色にもご注目ください。それでは友愛のファンファーレと参加、指揮は本校吹奏楽顧問大滝稔です。それではどうぞ。
演奏
させていただきますのは、テレビアニメ推しの子よりアイドルです。先ほども申し上げましたが、アニメの影響を受け、YOASOBIによるオープニング主題歌アイドルのミュージックビデオが公開の1ヶ月で再生回数1億回突破ということで、日本で初めてビルボードグローバルチャートを獲得しています。そんなアイドル、今回も、次もですね、1、2年生の可愛いダンスを、お送りしたいと思います。アイドルといえば、c'est l'album, donc la prochaine chanson que vous interprétez est donc le morceau Idol de l'animé Oshinoko. Grâce à l'animé, en fait, le clip vidéo de cette chanson du groupe YOASOBI est devenu un grand succès dans le monde entier, dépassant les 100 millions de vues en un mois à sa sortie, et est le premier morceau pour le Japon à avoir été au top du Billboard Global Chart. Cette fois-ci, les élèves de première et deuxième année vont effectuer une danse sur la chanson. On vous encourage à taper les mains et à la regarder. Merci. Idolといえば新しい最新作になりますね。はい、今日も僕が書いたら見ようかと思います。後ろの方の人たちもし見えづらかったらパクリですよっていう。Et pour les personnes du fond, si vous avez la peine à voir, n'hésitez pas à vous lever pour regarder la danse. もしですね。はい、それでは、YOASOBIアイドルです。指揮は本校吹奏楽顧問一ノ瀬千佳です。どうぞ。
では、岩倉スペシャルです。どうぞお楽しみください。Thank you.
我々風とジュネーヴ音楽院は今日ここ東京に来れてとても嬉しいです。ただいまフランスの作曲家ジャン・フィリップ・ヴァン・ベセレールによるアラウンド・ザ・ワールドという曲で皆さんを世界一周のためにお連れいたしました。 Le prochain morceau dédicace a été composé spécialement pour notre ensemble de tambour par notre professeur Christophe Zimmermann. Pour composer ce morceau, il s'est inspiré de ses élèves qui sont là ce soir et a voulu les mettre à l'honneur. 次にお届けする曲、Dedicas, 日本語で献辞は、ドラムアサンブルです。私たち家電音楽院のドラムの先生である、クリストフ・チメルマンが特別に作曲しました。この曲を作曲したきっかけは、今日ここにいる教え子のドラム隊にインスピレーションを受け、彼らのために作ったそうです。手に注目してお聴きください。
nous avons apporté un instrument traditionnel suisse, le cor des Alpes, en allemand Alphorn. Cet instrument naturel en bois, sans trou ni piston, long de 3,50 m, permettait à l'origine aux éleveurs de communiquer entre deux vallées. C'était le téléphone portable de l'époque. Ce soir, c'est Lia qui va vous interpréter au cor des Alpes le morceau « J'ai laissé mon cœur en Suisse ». 次はスイスの伝統楽器アルプホルンの演奏です。穴もピストンもない一本の木製の楽器で長さ 3.5 メートルです。もともとは農民が谷から谷へと連絡を取り合うために使っていました。今でいう携帯電話ですね。今日はリアがアルプホルンを演奏し、私はスイスに心を残したという曲を演奏します。
ました。カフェ音楽院の皆様にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。まず最初にお送りするのはスイスの曲ですね。スイスの曲で、マリニャンという、スイスの伝統曲の一つということですので、マーチの曲です。どうぞお楽しみください。ではピエール先生です。どうぞ拍手でお迎えください。
足元の不自由なお客様いらっしゃいましたら、後方に、女性の、スタッフが立っております。そちらの方にお声掛けをいただければ7階から、エレベーターをご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。